You're listening to Shibuya Cross FM. はい、今日も始まります。カラフルスタイルクロスの番組パーソナリティを務めます、秋色です。ナナピーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、今日はいつもメインでパーソナリティを務めてくれる、うん、夏美さんがいないということで、そうなんです、お休みなんですよ ね、お休みということで、今日急遽ね、うん、僕とナナピーで2人でやっていくんですけど、なんかなっちゃんがいる安心感ってすごい大きいよね。やばいね。今日僕めちゃくちゃ緊張してます。私もね、久しぶりに緊張してますけど、はい、まあ好き勝手やりましょうよ。そうですね、うん、今日はあのなんか型にはまらずフリートークで、ね、なんかいろんなことをお伝えしていけたらいいなって思っています。そうだね、なんかこう、はい、いつもさ、なちゃんピアンってね、はい、私たちはゲイでってだけど、うん、なんかゲイの2人がたまたまね、はい、一緒になったっていうことは、なんかこうゲイカルチャーとか、 なんかそういうとこ、なんかこう、まあ私たちそんな年代変わんないよね。そんな変わんないですね、うんうん、一応20代、一応30代ぐらい、一応ね一応ね、あんま変わんないけどね、変わんないですね、はいはい、そういったね、なんかちょっとそういう話をしていけたらいいなって私は思ってます。はい、わかりました。じゃあ今日はちょっとこんな感じでゆるく、はい、やっていこうかなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はいはい、はい、じゃあこの番組はですね、LGBT をテーマにセクシャリティや業界のジャンルにとらわれない、多様なゲストをお迎えしてトークライブをお届けする番組です、はい、人の数だけ、共存する生き方の幸せの形、個性豊かなゲストのライフスタイルを通して、未来をより明るく、明日がもっと明るくなる、スパイスをお届けいたします。はい、LGBT とはというところですね、まず、レズビアンやゲイといった同性愛者、男女どちらも愛せるバイセクシャル、生まれ持った性別と違う性別で生活を望むトランスジェンダーと、さまざまな性のあり方を持つ、人たちの頭文字を取った総称です。この番組は随時メッセージを募集していますので、感想やご要望などお送りください。はい、私かな。そうですね、はい、この番組はライフネット生命の提供でお送りいたします。ここでライフネット生命よりご案内です。あなたに万が一のことがあったとき、現在の国の制度やでは同性パートナーの保障は不十分な場合があります。日本では同性パートナーの法的な婚姻関係はまだ認められていません。同性パートナー、同性カップルを結婚に相当する関係と認め、同性パートナーシップ証明書を発行する自治体も増えてはいますが、同性パートナーは財産相続をはじめ、さまざまな場面で制約を感じることも少なくありません。そこで万が一の、そこで万が一の時に残されるパートナーのために、生命保険で備えておくと安心です。ライフネット生命では2015年11月4日から、同居期間など一定の条件のもと、同性パートナーを死亡保険の受取人に指定していただくことが可能となりました。同性パートナーの方を死亡保険金の受取人に指定する場合、本人確認書類などのお手続きに必要な書類に加えて、同居の事実を確認するための住民票、当社所定のパートナー関係を確認する書面のご提出が必要となります。これからの人生を共に過ごしたい、心からそう思えるパートナーを得て、2人で新たなステージへと歩み始めたとき、気になるのがもしもの時のこと。詳しくはライフネットレインボーで検索してみてください。
お届けした曲は MB ガブリエラでハイヒールでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これだよ。あ、ここ読む。そうですね。本日午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷シダックス1階のスタジオより、19時50分まで生放送でお届けします。はい、よろしくお願いしま す, お願いします。やっぱりなっちゃんって偉大だな。 ねやっぱりね。いやでもまあ、はい、練習あるのみ、これ慣れていくしかないと思うんだよ ね、はい、僕も今まであの、うん、ゲストでね、あの、うんうん、昔は出させていただいていて、はい、で今回こうやって何でしょう、パーソナル、うんうん、MC に入らせてもらっているんですけれど、はい、うん、メインは初めてやるので、うんうん、とても緊張しますし、夏美さんの偉大さを改めて実感です。ね、緊張するのもそうなんだけど、はい、私たちノープランすぎたよね。あの10分前ぐらいに集まってさ、ね、どうするっつってね、もうそれも悪かったし、びっくりですね、うん、いやなんか事前にもう原稿とかあるのかなって僕思ってたんです。うんうん、ごめんなさい、はい、私です。僕も確認しとけばよかったんですけど、はい、でもなんかこんなこともですね、一つ、うん、経験だと思うので。そうです。はい、まあこんな感じでちょっといろいろと楽しくいきましょう。そうですね、うん、せっかくね、夏だしすごく暑くて、焼けましたね。私焼けちゃったね。なんで？すごく、まあ、花火大会のね、はいはい、場所取りをしたりとかで結構焼けたし、昨日もね、うん、犬連れてデイキャンプ行ってきて、いや日焼けスプレーやってるんだけどダメだね、焼けちゃう。日焼け止めのクリームとかじゃなくてスプレーが今あるんですか？顔とかなんかスプレーの方が、ね、外で塗るのも手汚かったりするから、はいはい、スプレーでシュッてやってるんだけど、あんま、うん、やっぱ汗で落ちちゃうから、うんうん、黒くなっちゃう。なるほど。なんかさ、こうストー君なんかは黒くていいじゃん、はい、そう、僕はもう塗らない、そういうの。でしょ、そういう売り方の同じ芸でもさ、はい、そうじゃない、はい、でもそうです。私なんかはさ、綺麗めだもんね。そう、なんか私を好きだって言ってくれる芸の、うん、そういう層の人たちって、うん、色白で前髪があって、ね、なんかちょっと可愛いっていう、はいはい、中性っぽくて可愛いなっていう人たちが私の、なんだろう、ターゲットとする場所だから。そうだね、焼けちゃいけないんだけどね本当は。でもなんか、うん、いつもとは違うナナピーっていうところで、うんうん、またこれもキュンとする人たちがいるじゃないですか。夏バージョン、はい、夏バージョン。まあそうだと、まあ私結婚してるからね、あんまり意味ないんだけど。そうだ、そうあんま言うとね、旦那さんに怒られちゃうからですけど、うちの多分彼は焼けるのはすごい嫌だと思う、はい、あ、そうなの、うん、うちのパートナーも肌も白いんですよ、うん、ははは、めっちゃ白い、うんうん、僕黒いじゃないですか。黒い黒い。だから余計に目立つんですよね。あ、並んでたら。そういいじゃん。でも僕的には、うん、なんでそんなに白いんだろうと思ってその話をしたら、うんうん、いや、お前が尋常じゃないんだと、うん、お前が異常だと、うん、黒さが黒すぎるって言われて、うんうん、でも僕そんなに僕自分の中では黒いと思ってないんですけど、うん、どう思います？いや多分尋常じゃないと思います。あ、本当、うん、やっぱ黒い。なんかね、私もそうだったんだけど、はい、ヒサロに通ってた時期なんかはヒサロ、はい、結構ね、自分で黒いことが気づかないんだよね、うん、で、なんかちょっとでも戻ってくると、うん、やばい、またヒサロ行かなきゃって、なんか多分そういう中毒みたいなのがあるのかもしれない。確かに、なんか、あ、もうなんか白いかもみたいな。そうそうそう、狂ってくるんだよ、多分狂ってくるのかな、うん、僕、タバコとか吸わないんだけどね、なんかヒサロは確かにやめられないですね、うんうん、最近はヒサロだけじゃなくて、うん、うちルーフバルコニーがついてるんです、はいはいはい、ね、そこでだいたい午前中は、うん、パンイチで、はいはいはい、筋トレをするんです。トレーニングをするんですよ、はいはいはい、外で。でも誰も見えないの、うち。まあまあね、なんだろう、こうちょうど作り的に周りから見えないので、うん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 、結構気にせずですね、トレーニングをするんですけど。大丈夫なの？だってもう熱中症で倒れてる人もいっぱいいるんだけど。すごい。でも音楽ガンガンで聴いて、でなんかもう暑い中にってやると、うん、ちょっとなんかアドレナリンとかも出て。いや、死なないでね。めっちゃ水飲んでます。うんうんうん、そんなことを最近やっていますということで、多分余計肌黒くなってきてるのかなっていう。なるほどね。まあ黒くいる人もいれば。そうだ ね、私なんかは黒くなっちゃいけないんだろうけど、ゲームもいろいろですからね。そうなんだよね。ここね、ほんと年そんな変わらないって何回も気持ちしてもね、うん、変わらないんだけど、変わらない、はい、なんだろう、その居場所は違うよね。その同じゲームの世界でも、うんうん、なんか僕単発だしね。そうなんだよね、うん、なんか多分同じバーとかはいかん、そうだ、なんかあんまり行かない感じではね。でも初めて会った時はさ、うん、僕もまだ前髪の時代ですよ。 あったかもしれない。そうだよ、そうだよ、だってまだ僕の20代前半知ってる。あ、そうかもしれない。そうだよアイリスをね、まだ。でも可愛い系ではなかったよね。そうだ、やんちゃ売りでした。そうだよね、はい、なんかその色白で、ね、なんか可愛い、なんかほわんとしてる可愛さの、はい、
作り方では最初からなかったね。なんかそうですよね、うん、だからあの僕はあのイメチェンというか、小儲けするようなライフスタイル、はいはい、変えましたからね。なるほどね、はい、私それちょっと今悩みがあるからちょっとまた後で相談するわ ね、うん、ねもう一曲入れますね、うん、そうだね、はい、はい、じゃあ曲の紹介を私からさせていただきます、はい、お願いします。いけるかな。次の曲は鈴ならず君ならすずっと鳴らしてよです。 Hey Sing a songトゥルルトゥトゥルル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 シンガーバディトゥルルトゥトゥルルトゥルルトゥトゥルルトゥルル幼く真っ赤なお花のサンタのおじさんは命がけで寒そうなのした笑顔絶やさずに愛をくれた小さなおじさんが嬉しい大な愛の意味は愛を嬉しい時にはどうして気づけないものなんだろう。 Hey! どんなのさあその悲しい過去忘れて Cry. Better not, I wanna tell you why. Cause Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa のおじさんどうかお願い。あの人を救ってくれよ。僕にできることは全部やろうって決めたけど difficult. 全てを yes. 魔法の鈴はどこにあるの？探しても見つからない君に笑う Santa Claus.Wake up, wake 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 up,
送りした曲は鳥山真奈とウィズスイッチオブボイスで鈴ならず君ならずずっと鳴らしてよでした。はい、ありがとうございます。はい、続きましてゲストコーナー、クロスフレンズです。今日はナナピーのお友達の太太郎くんにお越しいただいております。イエイ、イエイ。私のそうお友達なんだけども、はい、10個ぐらい違うのかな年齢。まあでもそうですね、まあ、今おいくつですか。まあ、22歳です。22歳、若い。はい、若いでしょ。ナナピーは32歳ね。僕今年39。あ、39じゃない今年30の代です。30だよね。今年30の代です。32、30、はい、22、はい、そうですね、うん、でもなんかあんまり年の差って感じなくないですか。私だけかな。そんなに感じないですね。ナナピーね、いい意味で若いというかエネルギッシュな方なので、はい、なんかそういうね、あんま年齢差感じない方ですよね。ありがとうございます、うん、嬉しいな。肌ね、いつもだったら白くて、いつもだったら ね、もっと、まあ、今日ちょっと黒いけどね。うん、ちょっと太郎くんはなんか爽やかな感じで、うん、あまりこう焼いてますって感じじゃないように見えるんですけど、何かこう趣味とかはあるんですか。趣味は映画見ることが好きなんで、割とインドアな、ね、そう趣味をしてるので、はい、外に出ないからですかね。花火大会とか見ました。いい、ね、花火大会まだ行ってないんですけど、うんうん、今週の、土曜日の神宮の花火大会は行こうと思います、うん、あ、いいですね。それはなんか友達、大学の友達とかそういう感じの集まりみたいな。そうですね。あ、楽しそうだよね。いいね。なんか僕もそういう人混み、うん、結構疲れちゃうので、今年は花火大会実は僕行ってないんですよ。もうなんか遠いところから小さい花火を見て、うん、あ、綺麗だなーとか言って昨日、一昨日かな、見てたんですけど。でもやっぱりね、近くで見ると違うよ、うん、迫力がね、音とかも、うんうんうん、そのやっぱ人混みに紛れていくっていうのも、はいはい、飲み込まれていくっていうのも醍醐味なんだと思った。確かに、うん、暑くて汗だら流しながら。ナナピーなんか一昨日ぐらい、あれだよね、うん、花火大会行ってましたよね。そうそうそう、江戸川の花火大会があって、うんうんうん、で私、まあ、江戸川区に住んでるんだけど、もうその前日、うん、なんかもう朝くらいからもう並ぶんだよね。え、で炎天下の中もうずっと待ってたの。え、ナナピーは何時ぐらいから並んだんですか。私10時とか11時朝の行って、もう早起きして準備して行って、でもまだブルーシートを引くのが夕方の5時からなのね、うん、前日のね。ずっと待ってるの。それで、ね、私焼けちゃった。それ焼けますよね。だし危なかった。危ない。結構、うん、あ、確かに暑すぎてね、熱中症とかね。そうなの。途中からなんか頭痛かったんだけど、でも誰にも言わなかった。なんか頭痛いって言ったら、なんかお騒ぎになっちゃうでしょ、今。なんかこう、ね、我慢してた。でも我慢しちゃいけないんだろうけどね。そう。え、孝太郎くんは今日、あ、今週のその花火大会は、なんか浴衣着たりとかしていくんですか。そう、浴衣着ていこうと思ってます。浴衣暑いですよね。浴衣って暑いよね。そうだよ。暑いけどさ、それこそ醍醐味だよね、うん、夏になんかちょっとそういうおしゃれして、うんうんうん、なんか遊びに行くって僕かっこいいなと思うんですよ。あのさ、パートナーさん、彼氏とかと一緒に花火大会行ったってことはある、うんうん、ないんです。あのね、僕がやっぱ人混み苦手なの知ってるんで、うん、そういうところに行きたいってあんま言わない子だから、すごくそこありがたいなと思いつつ。そうなんだ。そう、でもね、昨日僕秋葉原を散策していて、うん、あのパートナーと一緒にポケモン GO やりながら、うん、いろんなとこ行ったんですけど、あの浴衣屋さんをね、着物屋さんかな、うん、を見つけたんです、うん、オーダーメイドの、うん、でもめちゃくちゃ高いんだろうなと思ったら、うん、もう全身で5万円ぐらいだったから、うん、それ高いと思うよ、うん、結構。いや高いけど、でも来年に向けて準備しておけば、うん、あのそんな高くないかなって話をして、ね、ずっと着れるものだしね、大切にすればね。ただ洗うのも大変だし。クリーニング、いや、うちはもう洗濯機で、あの洗濯のりをたくさん使ってもパリッとさせたいから、うん、大変だ、結構洗うの。そう、うん、くちゃくちゃになっちゃうしね。なんか僕憧れるんですよ、そういうの、うん、おしゃれだね、ね、前家の浴衣なんて。だから太郎くんもね、今週浴衣着られるということで、こうさ、彼氏と手繋いで歩いたりしたくない。こう、あ、僕まだね、ちょっと恥ずかしい。そうなんだ。できる？浴衣と浴衣だったらなんかできそうな気がする。うん、浴衣と浴衣だったらできる、うん、なんか袖が大きくて あんま見えないんじゃないかなって。パッと見えるよ。 T シャツと T シャツだったら見えるけど、あ、確か袖長いですもんね。袖長くて、ここブランってなってるから、そう、こう寄り添って歩いて、人混みの中手つないでても見えないんじゃないかなと思うけど。でもさ、今の時代、うん、場所にもよりますけど、うん、意外と何も言われないかも、うん、自分たちはちょっと気にしちゃうけど、うん、意外と周りはもう気にしないのかもしれない。
そうなんだね、まあそうかもね、どうだろうね、どうなんだろう、なんか私なんかはまあなんだろう、手繋がないからな、そんなに、うんうんでも羨ましいなと思う、なんか若くて浴衣を着て花火大会に行くゲイカップルとかすごい微笑ましいなって、いいね、自分はしなかったけど、それこそ僕だってね20代前半の頃は隅田川の花火大会に行って、うん、当日朝ねもう9時ぐらいに行って、うん、ちょっと引いて場所取りとかして、うんうん、彼氏当時の彼氏と一緒にこう待ってるみたいな、うん、ありましたよ、うんね、うん、年齢を重ねるにつれてだんだんそういうのが億になってくるんですよね。そうかもね、うん、で私はもう毎年の恒例ってしてて、で近所の家族とかも一緒に、もう子供とかもいて、うん、本当にすごい大きなスペースを取って、いい、ね、本当 5家族ぐらい集まって、そうワイワイっていう感じで、毎年毎年なんかその友達が友達を連れてきてみたいな感じになって、どんどん増えていくから、でなんかどんどんなんか子供も生まれてくるしどんどん生まれてくるし、そうそうそう、だからね、もっと来年は大きく撮ろうかなって思ってはいるんだよね。だからそういうのも面白い。今週はその友達2人とか3人とか4人とか、なんか全然決まってないんですけど、とりあえず2人、今のところ2人です。デートだ、全部で3人ってこと？2人デートだよこれいい感じ、いい感じ、いい感じなのかな。おあ、そういうキュンキュン欲しいな。最近キュンキュンいいですね。キュンキュン、確かにうちキュンキュンないわな、どんなこと言ったらですね。そうだね、でもなんかいろいろ進展があったみたいで、また後で詳しく聞こうかなと思うんだけど、夏だよ、夏、ね、夏ってさ、何の曲が浮かぶ？何の曲？ケツメイシ、何、どんな歌？どんな歌？ケツメイシの夏の思い出とか。あー、そうなんだ、うん、なんか私ね、今日ずっとなんか頭の中でいいジャンプってわかる？え、わかんない、わかんないよね。え、そう、わかんない、何、いいジャンプ、後藤真希さんの弟さんとか。あ、ソネンちゃんとか、ね、おっとっと夏だぜって知らない？恋をしようよ、わかんないか、わかんない、え、やばい、10個違うとそうなるよね。ジェネレーションギャップですね、ずっとそれが頭の中から離れなかった。でもなんか自分の中での夏って言ったらこれとか、うん、春って言ったらこれみたいなのありますよね。あるよね。僕例えば、うん、春もケツメイシさんの曲で、うん、桜という曲なんですよね。桜桜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 海とか、海は広いな、大きいな、あ、海、いや、なんか海で流れてそうな曲の、ケツメイシとか結構流れてそうだよね。そうだよね、ケツメイシとか、あ、そう、サザンとかね、とか、はいはいはい、サザン流れて、サザン海っぽいですよね。サザン海っぽい、確かにサザンいいね、いいね、あれはもう世代を超えてるんだね。そうだね、そうだね。でも今の子たち知らないんじゃない？知ってるよね、サザンは。わかるかな、わかる、うん、あ、そう、そう、おじさんっぽくおじさん。最近なんか僕は今までどこ行っても最年少扱いだったのが、うん、ここ最近は割となんか最年長顔になってくることも増えまして。そうですか。そうなんです。なんかよく一緒に遊ぶゲイ友達がいるんですけど、うん、5人でよく遊ぶんですよ、うん、なんかみんなテキーラが好きだからテキーラブラザーズって呼ばれてるんですけど、うんうんうん、呼ばれてるし呼んでるんですけど、うん、あれ最年長なの？僕最年長なんですよ。もうやめなよテキーラきつくなってこないあのね、先週末金曜日に僕久しぶりにテキーラ飲んだんですよ、うん、はい、あのね、吐いた、やっぱりね、あの帰り、僕さ、大体やっぱり3時ぐらいに帰るんですけど、はい、タクシー降りた瞬間もうやばかった、止まらなかった、うん、吐きすぎて、うん、翌日なんか喉腫れてましたもんね。いや、テキーラだからだよねなんか分かるよ、でもそれやばい。でもタクシーの中じゃなくてよかったね。そう、ずっと我慢してました、うん、理性を保って。えらいね。そう、迷惑かけたらダメだと思って。私ね、でもね、スパークリングの方が出るの。あ、分かる。あのね、ゲップとともに来ませんか。あれなんか多分胃の中でシュワシュワシュワってなりすぎてて、なんかパーンってなってくるんだねなんかそのなんだろう、たくさん飲むから私も、うんうん、気づいた時にはなんかマーライオンどころじゃないんだよね。鼻からもパーンって出てるなんかもう口からも鼻からも、やめましょうこの話危ない危ない。ちょっとね、うん、あの生放送だからね、そうなっちゃいないとどんどんそうなってくる。ごめんなさい、あの綺麗どころの。でも最初に言ったのは あなただからね私じゃない、ね、ちょっと夏らしい感じで、うん、そうよ、夏らしいテキーラの話。そうだね、テキーラとかやります？なんかそういうの。テ
キラやります。飲む？飲む？飲みます。あ、飲んだりするんだ。なんかさ、ゲイはさ、やっぱテキーラ好きな人多いですよね。私も昔はやった。本当に22、ね、3ぐらいまで。カバーってするときテキーラでね、最初飲む。うん、なんかライムかレモンかペッてやるでしょ。そう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 。塩とかなんかここに乗せてやるんだよね。私それでも何回も失敗してるから。でもそれが楽しい、もうそれもゲイライフの醍醐味だと僕は思います、うん、なるほどね僕一回ね、ほんとそれであのクラブ、2丁目にあるクラブの、うんうん、で、それでなんか多分狂っちゃったんだろうね。で、狂っちゃったなんだろう、お立ち台みたいな、ちょっと、うん、ステージみたいなのがあるんだけど、そうそう、なんかそこになんか乗ったみたいで、で、何をしたかというと服を脱ぎ出したの。うわ、服を脱いでなんか投げ出して、でなくなっちゃって服がで、みんな持ってかれちゃって、帰りどうしたの。帰り私泣いてたの帰れないよって言って泣いてたみたい。そう、でもそしたら近所に住んでるからなんか服貸してあげるよって言ってなんか持ってきてくれた人がいたんだけど、私はそうすごいもう泥酔してるから、こんな服は私のじゃないっつって投げたんだってすごい迷惑。最低だよね。とても迷惑。それが多分今 の, あの同じぐらいの年の時の私だったと思う。でもさ、すごい第一印象で失礼なんですけど、小太郎くんはとても爽やかなのでそんなことをするイメージが湧かない。お酒は強いですか？お酒はそんなに強くないんですけど、はい、その大丈夫ですよ。大丈夫ですか、うん、なんか割とそのギャーってやっちゃうタイプなので、うん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 、何回かあります。あ、酔っ払っちゃったことが。酔っ払っちゃって、はい、そのなんか ワインとかをマーライオンみたいに吐いちゃったこととかあるよね、うん、そういう時もある、うんうん、でもそういうのね、いっぱい経験してそう、そうやっていい、あの立派なホモになっていくんです私本当でも30ぐらいまでずっとそんな感じだったかな、ね、やっぱり2 年, だから今の2年くらい前まで。そう、いや失敗は誰よりもしてたと思う。なんか2丁目のコミュニティって面白いのは、そのなかなか普段の生活では知り合うことのないような人たちとでも出会えるのが僕、うん、2丁新宿2丁目だと思っていて、うんうん、なんか年齢とか本当関係なく、うん、いろんな世代の人と乾杯できるっていうのは、うん、これめちゃくちゃ得してるなと僕思うんですよね、うん、いろんな職業の人がいて、そうそうそう、いろんな、なんだろう、なんか年の人がいてって、うん、本当面白いよ ね, ね。そうなんで、僕もその政治人が18歳でゲイかもって思った時に、うん、なかなかそのゲイの友達とかなかなかできなかった時代がやっぱ時期があったんですよね、うんうん、で、自分のコミュニティの幅が広がったのってやっぱり新宿2丁目に行ってからで、うん、あのやっぱりもともとクラブが好きだったので、うん、新宿2丁目にあるクラブに行って飲みに行くようになったら友達ができて、うんうん、でだんだんかあの輪も広がって、うん、なんかゲイっていうものに対してのなんか、うん、あのいろんな情報が入ってきて、うんうんうん、それでなんか、あ、自分の生き方がなんかゲイとして生きる方がしっくりくるなっていう、うん、なんか納得感というか、うん、落ち着いたので、うんうん、割とそういう、新宿2丁目っていう街が怖いとか、あのなんでしょうね、こうネガティブに思ってる方も多分いると思うんですよね、うんうん、なかなかね行く機会も少ないと、うんうん、でも僕は割と、逆でどん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 そういうところにも行って、うんうん、いろんな人と知り合ってガンガンこう成長していった方が面白いんじゃないのかなと思うので、うんうん、そうだよね、うん、なんかでもそういうところに行けないって怖くて行けないっていう方が多数派なんじゃないかなって、うん、実はあ、そうかもしれない、そうなんだよね、うんうん、で最近なんかはさ、その同じゲイの人とかとね会ったりとか、まあ、それはパートナーを探すでもそうなんだけど、うん、なんかこう会うのにアプリとかで会うじゃない、うんうん、でもなんかそのアプリを開くのですら怖いっていう人ってたくさんいるんじゃないかなって思うの。あー、いますよね。なんかそれを自分のアプリ入れちゃうと自分がそうだって認めるのが怖いとかっていう人って本当まだまだたくさんいるんじゃないかなと思うから、うんうんうん、そうなんか早くね、なんかみんな堂々と生きれるようになればいいよねとは思ってま す, す、ね、じゃこの辺でもう一曲入れましょうか、うん、1曲入れますか。曲名を申し上げますあ、キヨで We Are One。
送りした曲はキヨで We Are One でした。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ引き続きですね、ちょっと孝太郎くんにいろいろと聞いていきたいなと思うんですけど、孝太郎くん22歳ということで、はい、まだ何でしょう、こうゲイデビューというか、してからまだ1年ぐらい。そうですね、1年くらいで、はい、ちょうど1年経ったかなくらい。デビューする前と今って何か心境の変化とかありますか？心境の変化がそんなになくて、なんだろう、ただその比較的オープンになったかもしれないです。なんか僕はゲイかもって思ってから、やっぱ5年6年ぐらいはもうクローズだったというか、ゲイだっていうことを隠して生きてきて、ノンケの設定で会社では彼女がいる設定とかしてたんですけど、孝太郎くんは今学生さんだと思うんですけど、そのあたりどうですか？なんか自分からその積極的に言うってことはそんなにないんですけど、なんか聞かれたらそうだよって答えるみたいなスタンスで、それ言えるような社会になってきてるっていうのはとても素晴らしいことですね。嬉しいよ ね、私聞かれたら違うって言ってたもん、高校生の時とか特に。なんか聞かれてもいや違いますけどみたいな言ってた。そうだよね、いや僕もさ、やっぱりこう結婚しないんですかって会社で言われることって昔あったんですよ。でもその頃だってまだ20代半ばなんですけど、もうのんけだとそれでも、ね、その年齢でも結婚してる人は結婚してるし、子供いる方は、ね、いたので、やっぱりこうどこかの、ね、きっかけでそういう話になった時に、うわこの話題来たよみたいな感じになって、余計にゲイだっていうことを隠してだなと思うと、だから今は割と、そう聞かれた時に、あ僕は違いますとか、僕ゲイなんですとか、少しずつですけど言えるようになりつつあるのかなって、今孝太郎君の話を聞いてもちょっと思いましたね。なんか私はなんかもうオープンになる前はもうずっとクローズだったけど、オープンになってからもうフルオープン、なんかもう本当に振り幅が出てきて、はいはい、もうなんだろう、美容室とかに行くとさ、初めて髪切りに行った人だとさ、なんかチャラチャラした美容師がさなんかお兄さんモテそうっすねみたいな、彼女たくさんいるんじゃないですかみたいな、俺にも分けてくださいよみたいなこと言われるの、はい、いや私彼氏がいるんだよみたいな感じでえ、それどういう反応されるの？あみたいになる、ちょ一瞬ね、あそうなんすねみたいな、はいはいはい、すいませんでしたみたいな感じになるんだけど、ちょっと謝んなくても別にいいんだけどね、別にいいよ。ただやっぱなんか想定してないそのゲイがいるっていう、お客さんの中にもゲイがいるかもしれないとか、同性愛者の人がいるかもしれないってことは想定されてないんだな。まあ結構前だからね、聞き手のその世代にもよりますよね。そうだね、そうだよね。だってさ、例えば僕が性自認したのが18歳というと約13年前なんですけど、13年前って LGBT という言葉がそもそもそんな広がってなかったし、まあ、ない近しかったんですよ。で今って割とね、東京とか大阪とか割とこう、なんでしょう、首都圏というか、そっちよりは結構ねそういう言葉を聞くことが増えたと思うんですけど、どうですか、やっぱ学校とかでもそういうワードというか LGBT とか多様性とかそういう言葉って聞く機会って多いもんですか？どうなんですかね、その大学生同士 の、はい、そのゲイの友達ではそのなんていうんですか、セクシャルマイノリティサークルとかに入ってる子もいたりして、コミュニティにはよると思うんですけど、機会は多くなったのかなっていう。なるほど、なるほどね。なんかさ、こう自分はゲイかもしれないって自覚し始めた時に、なんかこうなんか調べたりとか、そういう情報って身近にありましたか？そう、インターネットが割とその本当性自認したのが小学5年生とか6年生ぐらいなんですけど、なんか家にパソコンがあって、でその調べたらっていうか、なんか情報収集はできたので、なんか割とスッと受け入れられたわけではないのかもしれないですね。それすごい素朴な疑問なんですけど、その性自認がじゃあ小学5年生とか割と早い段階だったにもかかわらず、なんかゲイデビューというかしたのがつい最近っていうのは、なんでそんな差が確かにあったのかなって、なんか全然その恋愛をしなくても、はいはい、なんか毎日を楽しく過ごせてたから、なんかまあいいかなくらいに思って生活して
ったんですよね。だからなるほど。でも私もそうだった、うん、ゲイだってことを自分で認めてゲイとして生きていこうって思ったのが多分18とかなんだけど、はい、そっから2丁目とか全然行かなかったもん。あ、そうなんだ。出会わなかった、出会いなんか求めなかった。私は別に友達がいるし夢もあるし私はこれで生きていくんだみたいな思ってたもん、うんうん、そっか。コミュニティなんかいられと思ってた。やっぱみんなね、なんかライフスタイルが違うというか、なんか政治にゲイかもって思った後の、うん、なんだろう、進み方って結構違いますよね、うん、違うかもしれない、うん、僕はたまたまその新宿2丁目というところに行った。それもでも、うん、最初から僕そこに行ったっていうよりは女の子の友達が、うん、たまたま新宿2丁目に興味ある子で、うん、で一緒、うん、行きたいって行きたいから一緒に行こうみたいな言われたのがやっぱきっかけだったので、うんうんうん、あ、僕もその、うん、大学の友達と普通にのんけの友達と、うんうん、新宿で遊んでいて、はい、でなんかその新宿2丁目に行ってみたいって一人他の子が言ったのがきっかけで、そのがきっかけです。なるほど。やっぱりなんかそういうきっかけがあると行きやすくなりますよね。なんか初めてさ2丁目に足を踏み入れた時のさ、うん、気持ちって覚えてる？怖かった。あ、本当？私ね、すごいね、その時の初めて2丁目に行った時の心情がなんかアナと雪の女王のレッドイットゴーみたいな感じだったどういうことですか？なんかもう自分らしくいていいなみたいな気持ちになったんだよね、はいはい、私は私よみたいな感じで、そう、少しも寒くないわみたいな感じなんかもうあれの、なんかずっとさ、私なんかはその男らしくしなさいっていう風にすごく強制されて生きてきたから、ずっとでもそこに踏み入れた途端になんかみんな似てるような、似たようなもんじゃみたいな、こんなにたくさんいるんだ、うわ、ここが私の居場所だったのかみたいな、なんかそう、雪のお城を建てたような気持ちになったのすごく覚えてて、アナと雪の女王を見た時にうわ、2丁目に初めて行った時の私だってすごい思ったの覚えてる。なるほどね、うん、確かに新宿2丁目のあのアットホーム感っていうか、うん、マイホーム感がすごくあって、うん、マイホーム感ってホーム感かな、うん、僕も仕事ですごい忙しくても、うん、まあ、そこの街に行けば、うん、友人たちと出会えるので、うん、なんか安心する、うん、場所だなとすごく感じますね、うん。なんかね、なんかこう地方とかだとなかなかね、2丁目に出てこれたりとかする人もね、できなかったりすると思うけど、うんうん、ね、なんかこうやっぱコミュニティができることによって、で同じようなゲイのなんか現状の人と会うことによって救われることってすごくありますよね。なんか一人で悩むよりはさ、うんうんうん、同じ思いを共有するだけで人って強くなれたりするし、そうですね、うん、自己肯定感につながりますよ ね、うん。なんかもう一つ気になったのは、うん、やっぱりこう自分が就職するっていうところは、うん、こう LGBT 含めた、うん、まあ、なんだろう、こう理解のある企業がいいなって思ったりしますか？理解はあった方、あってくれた方がありがたいと思うんですけど、うん、そんなに重視はしてないかもしれないです。あ、そうなんだ。なんか僕はアウティングをですね、会社でされて、うん、それをきっかけに退社したっていう背景があったので、うん、やっぱりそういう、うん、LGBT を含めたマイノリティに理解のある企業で勤めたいと思っていたんですね、うん、でもその時代はなかったから、じゃあ自分で作っちゃえと言って会社を作ったんですけど、うん、なんか今のね、学生の子たちは結構そういう選択肢がだいぶ増えたかなと思う。LGBT 就活みたいな、はいはい、ありますよね。あったりとかして、ね、結構すごいなんか大々的にやってますよ ね、うんうん、ジョブレインボーさんとかね、うんうん、そうですよね、そうですね、うんうん、なんかそれが当たり前になっていけばいいよね。そうですね、そんななんかこう、うん、ヘイトとか、うん、社内であってはいけないし絶対、うん、そんなの何の役にも立たないし、うん、なんかアウティングだって何の役にも立たないし、そうだね、無駄なことはさする必要もないから、うん、そんなのがどんな会社でもさ、うんうん、なくなっていけばいいよね。確かに、うん、なんかそういう企業が増えてみんながハッピーにですね、こう暮らせる社会っていうの前進していけたらいいなって思いながら、うん、僕は、うん、日々いろんな企業を見てます、うん、そうだね。なんか国とかもさ、うん、変わってさ、いろいろそういう風な制度がね、そうだね、できていけばいいなと私は思います。さてさて、なんかいろいろと今日はフリートークでお話をしてきましたけれども、うん、あっという間だね、あっという間に時間が、うん、最後に今日ナナピーから告知が あるんですよね。そうなんです。じゃあ私からちょっと告知させてください。はい、どうぞ。ね、なんか散々ね、出会いのね話とかもしてたんだけども、はい、私の会社、合同会社ジュエリアス LGBT ウェディングの
イベントが今度の8月17日土曜日に開催されます。8月17日そうなんです。ジュエリアスパーティー、まあ、これゲーム系の出会いイベントなんですけども、うんうん、鎌倉のね海の目の前の一軒家の一軒を貸し切ったんです今回。鎌倉鎌倉海いい、ね、海あるじゃない、はい、海の前に一軒家があって、うんうん、そのプール付きの一軒家なのそこを貸し切ってあのパーティーをします。すごい。そう8月17日土曜日の16時から19時がそのイベントですね、はい、で詳しい場所はあの申し込みいただいた方のみご案内申し上げあのしてます。で、はい、申し込み方法はジュエリアスのホームページだとかは、うんうん、ジュエリアスのツイッター、まあ、私のブログでもこと今度なんかこう、まあ、紹介していこうかなと思って会費が5000円で先着順の40名が40名、はい、になってます。これゲイオンリーですか。ゲイオンリーです。ーゲイオンリーなんだけど、はい、まあなんだろう性自認、あ、性的指向がゲイであればというか、うんうんうん、あ、いいですね。そう、うん、まあ大丈夫です。でね、二次会もそのあの海でね花火大会とかをね追加500円で楽しめたりとかもするのでよかったら、うん、なんかチェックしてみてほしい。すごい綺麗なね海の一軒家だから。いいですね。なんかねちょっとその真面目な出会いじゃないけど、うん、そのアプリでの出会いに飽きてしまったっていう方最近増えてるってよく聞くので、そうだよね。ね、せっかくの夏ですから、うん、こういうイベントをきっかけに、うんね、そう、 うちのパーティーは結構ね、うん、初めて参加しますっていうそういうゲイの人と初めて会うんですっていう人が結構多くは参加してくれるんですよ、うん、こういう集まりって参加したことないんだけどって言って緊張してきましたっていうね人がかなり多いので、うん、なるほど、うん、じゃあぜひ皆さんジュエリアスでチェックしてみてください。はい、はい、それでは今日も1時間枠でお送りしてきましたが本日の放送も以上となります。ありがとうございました。はい、今日も番組見ていただいてどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週、この番組はライフネット生命の提供でお送りいたしました。